バディポリスに起こった異変、タスク先輩が資格を奪われただけでなく指揮官まで変わってしまった。たとえ一人でも僕は信じた道を行く。さらばバディポリス。一人で戦う決意を固めたタスク先輩はまだ何も知らない俺を訪ねてくれた。どうしてどうして一緒に行こうって言ってくれないんだ。ダチを危険なところへたった一人で行かせたりはしねえ。俺とタスク先輩はディザスターの秘密基地に突入。そこで俺たちを待っていたのはガエン教や、やはりあなただったのか。この世界を救えるのは君と僕だけ。君は僕の友達になる資格がある。そして俺はついにキリと再会する。分かってるんだ、隠さなくていい。僕はもう漂流キリじゃない、死神だ。ガエン京也の要求に応じてタスク先輩はシドウ・マゴロク、山崎ダビデを相手に2対1のファイトをすることになった。僕のバディジャックナイフドラゴンをライトにバディコール。この戦い必ず勝つ。ああドラム、次回は任せたぜ。京也が仕込んだ謎の究極レア、それはタスクに禁断の力を与えるカードだった。そしてガオはキリの心の氷を溶かせるか。次回2対1のデスマッチ、ジャック超進化でお前もバディーファイト。